イーグルでちょっと測ってみたいと思います。はい、めっちゃ凝る。 151.4 ヤードの高低差入れて 144.2 ヤードです。大手国内メーカーの距離計で150ヤード、ほぼほぼ差はないですね。防水機能がついてるので雨が降っても大丈夫。15,800 円でこれだけの性能、ほんと早いね。ほんと早かったよね。ピンに合うまで。ピンイーグル、ぜひチェックしてみてください。こんにちは、じゅんです。ゆっこです。はい、今回はですね、あの飯塚千恵さんによるレッスンでございます。はい、お待たせお待たせ。はい、まあ、多くのゴルファーの悩みの一つである、うん、ファーストショット、うん、あ、一発目、うん、のスライスを直す方法。 あれ何なんね、あれ何なんですかね。なんか基本やっぱ右に行きやすいよ、うん、やっぱ一番最初右行っちゃいますよね、うん、どうしてもスライスが出ちゃう、うん、そう、まあ、でそうやって悩んでる方多いと思うんですけれども、はい、まあ、この動画ではそのファーストショットでスライスしないための方法を分かりやすく丁寧にお伝えしていきたいと思います。でこの動画を最後までご覧いただき、練習をすればたとえコースに出た時でもファーストショットでスライスしてしまう、うん、なんてことはなくなります。マジ？マジです。かといってフックやよ。ちょっとそういうのやめてもらっていいですか。はい、今回ファーストショットでスライスしない方法ですね。はい、はい、ファーストショットをスライスしてしまうと悩んでいる、うん、そんな方はぜひ見ていただきたい、ぜひ見ていただきたい動画になっております。はい、はい、この内容を見逃したら必ず損しちゃいます。必ず損しちゃいます。はい、そのくらい内容の濃い話なので、はい、ぜひ最後までご覧ください。はい、また動画の最後にですね、皆様にお知らせがありますので、うん、はい、そちらも楽しみにしていてください。はい、それでは早速レッスンに入っていきましょう。はい、お願いします。ポチ。はい、チェイさん、レッスンをお願いします。はい、今回のレッスンは一発目でスライスさせない方法をお伝えしていきたいと思います。はい、お願いします。はい、みんな悩みますね、スライスは。そうですね、はい、スライス、はい、まずですね、クラブの構造のお話からしていきたいと思います。ね、クラブはですね、右側重くなってますよね、うん、これどうしてもこう開こうとする力が強いんですよ。なのでここを考えていかないと必ずと言っていいほど最初皆さんスライスします。はい、野球選手なんかもそうですよね。野球選手ってフェースの面がないバットを振るんで最初フェースすごい開いちゃうんですけど、これ陥りやすいミスが一つありまして、フェースを開いてしまってそこからスライスさせないようにインパクトで捕まえちゃう人がとっても多いんですよね。これ悪循環になるんで、皆さんのスライスのコツの前にお話しさせていただこうかなと思って、インパクトで捕まえるっていうのをなるべく避けてくださいねっていうことですね。はい、うん、やってますよね皆さんね、きっとね。確かにグッてみんな力入れてるように見えますよね、スライスする人ってね。これスライスするのをインパクトでこう抑えようとするとフェースの動きってどうなりますかね。どう、画像でわかるかな。どうなりますかね。開いたものが閉じるっていう動きをインパクトでしちゃうと、うん、インパクトでベースがまっすぐなる時間が一瞬なんですよ。はい、確かに。なのでインパクトでこう手を返していくっていうのは少し抑えていきたいなっていう話を前提に、していきたいと思います。はい、はい、それではじゃあどうしたらいいかということで2つのコツで話をしていきたいと思います。まずですね、一つ目はスライスさせないためにテイクバックでのフェースの向き、はい、フェースの向きを整えていきます。はい、これとってもうるさく私が何回も言ってるんですけども、もうフェースの向き、これすごく重要なんですよ。テイクバックでやっぱ開いてしまうともうどうしようもないよって話いつもしてるんですけども、このフェースの向きをまず整えてほしい。なのでハーフェイバック8時からハーフェイバックのフェースの向きを前傾姿勢と同じぐらい、それ以上に立たないようにしてください。これがスライスさせないための第一条件だと思ってください。はい、はい、それでは2つ目のコツは
クラブを短く握るです。はい、普段はですねこう1インチ残して握りましょう、1インチ余らして握りましょうって普段はやってるんですけども、さらにその1インチよりさらに1インチ短く握ります。となるともうグリップとグリップの真ん中くらい、はい、右手に関してはもうグリップの終わり始まりですね、グリップの始まりまで行ってしまいます。こうすることによってクラブが開こうとする慣性を抑えられるのでスライス対策となっていきますのでやってみてください。皆さんこのクラブ短く握ったら飛ばなくなるんじゃないのって心配されますよね。はい、これですね皆さんが思ってるほど距離落ちません。なぜかというと短く持つことによってクラブが振りやすくなる、はい、振りやすくなるのとフェースが開く慣性を抑えることができるのでカット軌道を防げたりするという点からそんなに飛ばなくならない、でむしろその方が飛ぶって方がレッスン中とっても多いんですよね。へー、はい、なのでもう短くずっと持って18ホール回られちゃうこともいるくらいなのでぜひスタートでは試してみてください。はい、ちえ先生今回もありがとうございました。ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様です。今回の一発目のショットをスライスさせない方法はいかがだったでしょうか。いやもうすぐ実践できるよね。そうだね、すごい簡単、ね、そう、あの朝寝ぼけて忘れてない限り、うん、すぐできるから、うん、ちょっと短く持つだけでね、そうそうそう、できますから、できますからね、はい、はい、まあゴルファーの7割の方が悩んでいるのがこのスライスなんですけど、うん、いやめっちゃわかるわ、まあ、私も通ってきた道、まあ、今もスライスすることあるんですけど、うん、まあ、今回の動画でお伝えした通りに実践すれば確実にスライスを直すことができます、うん、はい、はいはい、スライスがなくなればボールもまっすぐ取りますし、うん、練習を重ねれば飛距離も必然とアップしていきます、うんうん、確かに言うてもそんな大したないかな。そうだね、うん、うん、はい、スライスが原因でスコアが伸び悩んでいる方は、うん、ぜひ練習で実施してみてください。はい、やります、やってみてください、すぐやります、はい、はい、それではここで重要なお知らせがあります。来た来た。その内容はですね、リンゴルフの公式 LINE ができました。公式 LINE ができました。今まで声がなかったからね、確かにね、うん、あってもおかしくないもんね。そう、うん、でこちらの公式 LINE では、うん、ゴルフの練習を継続できて、うん、やりきれる環境をご用意していく予定なので、この動画下の概要欄から友達追加登録をしておいてください、うん、はい、ちなみに友達登録をしていただいた方には、うん、LINE 限定配信での無料ゴルフ動画講座5本分など無料特典を特別にお配りしています、うん、この特典は登録時にアンケートの回答を行っていただいた方に無料でお配りします、はい、はい、アンケート、アンケートやってくださいね。また LINE の友達追加とアンケートを回答してくれた方限定でご案内している内容もあります、はい、10秒程度で簡単に終わるアンケートなので、ぜひ友達追加して LINE をチェックしてみてください。そして他にもこのチャンネルではゴルフを楽しく真剣にをモットーに、より多くの人にもっとゴルフを身近に楽しく知ってもらえるように配信していきます、はい、なのでこれからもこういった動画を見逃したくない方はぜひ今のうちにチャンネル登録とその隣のベルマークのクリックもお願いします。はい、ということで今回も最後まで見てくださって本当にありがとうございました。ありがとうございました。もしこの動画が少しでも良かったなと思う方はコメントと高評価お願いします。じゃあそれでは次回の動画でもお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。